Hello。今とーってもうお腹が空いて力が出ないのだーお腹空いた、お腹空いた、お腹空いた。美味しいもの食べたーい。美味しかったー。これでめっちゃ美味しい。やばいね。この焼き小籠包これめちゃくちゃ美味しくて、私がやって見て見て、幼児屋のパフェめっちゃ可愛くない？といえばね、牡蠣だよね。牡蠣三昧めっちゃ美味しかったもんね。お作りが食べれるっていうところを見つけて、けどめちゃくちゃ美味しい。なんかヤギ刺しはいけるよってみんな言うからです。うん。セタン。いただきます。セタンって叫んでるのは仙台牛。だから、もう美味しいもの食べたいから、取りに行こうと思う。へへへへへ。レッツラゴーゴーゴー。ちゃった。どこだかわかる？海の公園ってことで、これから潮干狩りをねしていこうかなって思います。アサリだったらいっぱい食べてもええんちゃう？お腹すいたよ。早く食べたいよ。いっぱい取れるかなっていうか、今日寒い。寒が美味しいでしょ。クラムチャウダーちょっと抜いてサラダにあえてもそうだよね。ちょっと待ってパフェどこがええんじゃね。これモモが持ってるピアスと同じ貝なんだけどモモちゃん耳にカタツムリついてるよって言われたなんかすごいちっちゃいこれこれってことだよね。めっちゃ貝出てくるんだけど、すごくないほら速攻見つかんだけどよく見たらちっちゃいの動いてる。全部貝なんだけど、すごくない？こんなに？どんぐらいの大きさがいいのかわからない。ちっちゃいのいっぱいある。めっちゃしんどい。取れた。こういうことを言うのかな、潮時ってこっからもじられた。ないよ。いやあるけどちっちゃいな。魚美味しいでしょ。ボンゴレパスタでしょ。クラムチャウダーといてサラダにあえても美味しそうだよね。いろんな柄の貝がいる。カニじゃあね。一番でかいのこれだね。これなんだっけ。秋に流行りそう。シャンバク疲れた、寒いし。さてじゃあね、今日取ってきたアサリ割れちゃった。唯一のでかいやつ、アサリ砂抜きをしていきたいと思います。これね、砂地にあったやつだから多分結構砂噛んでると思うんで、長めにやっていこうかなと。フレーバーな香りがするよ。フレーバーな香りってなんすか？まあ、とりあえず表面洗って、であんまりやりすぎるとこれになっちゃうから、塩入れて暗いところに置いとこうかな。なんか塩をさ、火の近くに置いといても岩塩みたいになっちゃって。面倒くさいのをハサミで切ってます。まあ、大体なんか量は。海水と同じぐらいの濃度になるように入れときゃ OK。 アサリってこんなにいろんな色があるって知らなかったよね。売ってるやつはいつもなんか白っぽい、グレーっぽい色ばっかりだけど、こういう茶碗あるじゃん、100均行ったら。あ、いったー、もう。めんどくさーい。あとは、まあ、寝かしとくだけ。12時間ぐらいやればなんとかなる。よいしょ。ってことで、また明日。どれ、あさりちゃんたち。めちゃくちゃうまい。やばい。うまい。うまい。美味しい。視聴ありがとうございます。今回は人生初めての潮干狩りをしてみました。小ぶりのものが多くて、選別してたら全然取れなかった。あと、熊手を持っていかないで、手で1時間半くらい掘ってたから、腕と足が筋肉痛になりました。意外にね、いいダイエットかもしれない。ってことで、次回は貴重なアサリたちを調理していこうと思います。絶対見てね。では、またお会いしましょう。バイバーイ。